じゃあここ行こうか。はいね。ここね。わかってや。わこけや。よし。てか、浜田雅俊の葬式は誰も来ない？お兄様僕どうすればいいですか？どうもしなくていいんじゃないか。全世界で中継され、見ているやつは高笑い、いかやく、ワコキ対戦ありでした。ワコケア。対戦ありがとうでした。僕次第言って俺は崩しただけがうまいよね。お嫌いだけどな、こいつ。わこけや。あでもお兄様はクズなんでしょ。私もフクスガイに殺すって言われた。リアルでな。お兄様、さっきの試合僕の負けでいいですか。何やねん、勝ちは勝ちは。ダメ。芸術戦でも勝ってたぞ。わかりました。ワコケア。あれ画面映ってる。映ってなかったら誰か言うで。さすが繋がらない。今すげえブレーキ音聞こえた。今日も盛況そうやな。17人かな。 FRB まであと3週間か。長い。受付終了。受付終了っていうか、あの1時間早まってんだよ、ちょっと前から。安全ドライバーがアップをしているのかもしれん。最近最初が人類と何も今月末だしな。開始が、何時からだっけ。1時間早まってんの、最初。理由はいろいろあるんだけど。
はなかった。お兄様、俺の人生どうなるんだろう。右を選択したか。でも40秒。無理くせえ、わら。絶対3人では握手って言ってたけどどうなの？あと20秒潜っちゃう？あーっか、1キャベかんのか。わ、やりやる。せいぜい逃げれて10秒くらいって考えてる。あ、エキキャベー、やりおったー、エキキャベー、たーれー。おー、今これで1-1だよ。タヌキすげー。でもラクーンは地雷で保険かけられる。うお、おたぬちゃんの逆襲。究極ポンタ。初めて2ヶ月くらいだったろ、プチ坊さん。チームの割に画面見せるな、わら。複数台大激怒。正解はタヌキを処分してラスーチスクラルでダークコンプ型を始末だったな。あー、これやらかしくて。あー、この体自発ってなんか特殊なコマンド使ってる？使ってないと思うんで。ノバフォースたっぷり使ってます。まあ、CTU なら当たれ当たれって願ってる。交代しないか、頑張るな。断定の自破です。なんか自分の自破より早い気がして。まあ、なんての断敗か。念じれば話しやすい。もっと生ジャベリン使えよ。おお、完成かかってないんじゃないの。あはー、勝ち角逃した。ちゃんと課金してる。
課金すれば発生フレーム早くなるよ。これは痛い。ああ、ライブ。あれ、わら、無理、わらわら、わっしょいわっしょい、わっしょいわっしょい。これで勝ちだね。じゃあ、あのミス痛いな。わっしょいわっしょい。生かまぼこしの対戦行こうか。やった、抜き一丁お待たせ。見栄えのいいコンボだ。なぜ守らない。どこ読んでる俺。バイロス君と生かまぼこして、その次がヒデさんとナイスボーイ。あれ、ヒデさんをログインしてた。お、お兄たま今週はどうよ。みんな上手くなってるな。今週はいいとこはございませんでした。なぜか交代をしようとして固めてポンをしてしまった。わら、もったいない。自信だったのに。今日のお兄たまは終了しました。お兄たまで出張やんけ。アビアナナくらい。お兄たま大会に弱い。どっちかっていうと最初は強い方なんだけどな。どっちかっていうと今までの経験上。このクランク CO いつ用意して錯覚した。ゲーセンじゃないと本気出せないスタイル。中立からミンティアに弱い。クランクって強キャラに入りますか。この状態になったら強キャラだよ。この状態になればね。レベルが上がるまでが終わってるんだっけ。間を取って中堅で。フランクさんのチェーンソーは髪をバラバラにするチェーンソー。最後ディレイドでええやんけ。普通に強キャラだと思うよ。フランクさんはガチホモっぽいんだよな。ディレイドでなかったんだよ。編成次第な気がする。終わってるってほどでもない。そうさんのが万歳ホモ、市長もホモっぽいよね。フランク使うやつはホモ。娘おるやんか、わら。フランク使いのルグ一の字幕はひどい。不了。ここでも自爆するから問題ないぜ。活発だ。髪なら耐えるよね、ニッコニコ。
このダブラリオー気象の圧倒的無敵気持ちよさそう、わら文字暴力対戦ありがとうございました。大大大いやそのまま部屋残っといてね。いやヒデさんとナイスボーイ対戦に行こうか。ここも呼ぼう。VX と選球士、まあ、ミンティアさんとケンさんも呼んでいけるな。大大大大 See you next week。 お兄様まだちょっとご飯だけ用意してきます。まだ9時か、早いな。See you next week。ね、ヒデさんとナイスボーイ、うん、ここミンティアさんとケンさんももう呼んでおこう。ミンティア氏、ミンティア氏じゃないな。お兄たま負けとるがな。思うでしょ。くそー。主催者権限でお兄たま復活戦しましょう。惨めなだけじゃねえか。いいね、ゲス顔。ヒデさん右手振り、お兄たまはエントリーしてないよ。おう、復活戦で負けたらもうどうしようも。時間余ったらルーザーズか。優勝者とお兄たまのエキシビジョンマッチね。ニコボーイさんだ。ワニエンタムーさんはいないの？ワニエンタムーさんはいない。右の少しビスコばっかりゲーム。なんか優勝しても素直に喜べないしな。シックスキャノンの先っぽになんか変な女いたんだけど、あれなんだ。中食らってるし。ユーザーズじゃなくエントリーマンがわなかった人たちでやってく、いかやく、楽園出すのか、セクシーシルビアだよ、今日の彼女。シルビアさん。この丸太よ、わらわら。次の配信ビューティフル上しよう。ヒデさん状態策はできてるはずだろ、頑張れあれ。あ、今ファクターでよかったんじゃないの。おお。ああ。大魔法。動物虐待を許しください。ああ。ダークアーサー。ダークアーサーライディーズ、面倒なことになったぞ。ダークアーサー、ワンチャンあるぜ。大魔法。やりよる。絶対減った、わら。ワンチャンしとるが。これは面倒なことになった。危なかった。ああ、おお、ああ、うわあ、わらわら。あった気がしたけどな。静かな気持ちだ。骨骨人間だー。
あの積まれた骨になればよかったのにな。わら、キャシャリーン。で、この対戦終わったら、いっぱい咲く。うわあ、いけるか。まだいけそうだな。ホラーマン。アーサーのあれこそはアルカスでも屈指の出来だと思うんだけどな。イカヤク、来週参加します。おう、絶対参加してくれよ。マグニのあれこそもいいよ、ニッコニコ。おねアーサーに古文ネットかぶせたい。来週のいつから受付ですか？7時、夕方、あ、夜7時から。ザコウヤ、ジムレットの驚きの安さ。ゲージあれだけ入って倒しきれないか。前後ウェーブ、わら。この昭和仕様。このゲーム前後調整とかないのかな。そう、矢印キャッチのディレイド相性が悪すぎる。このゲームはもう調整ないぞ。これキャラがやりなんだ。これやり。調整必要なとこある？特にない。バグぐらい。アルカス X。11。抜けちまったダブル復帰できるかわかりません。わら、勘だけインプット。砕けろ砕けろ、覚悟はいいか。調整よりキャラをもっと増やしてほしい。ネット環境の改善。ナイスボーイズよ。カンタ系の仕事はあれこそバズ修正で終了です。とりあえずジーンだけでも早い。ポイントクリック持ちないギャー。あー、ごめん。ガンダ系のツイッターが次の仕事の調整中になってて笑った。一回戦負けとはいえテンション低すぎてや。次の仕事？エゴでの発表とやらをまとう。あ、なんかあるらしいね。詳しくありがとうございました。グッドファイト。じゃあ、次枠いきます。まあ強いて言えばチームエリアルカウンターにペナルティくらいかな。スーパーアルティメット究極マブカプ参加ありがとうございました。この盾用自分で指定しといてアルカス X だった。笑うな。
エボで何か発表するらしい。それだけ。ニコボーイマジナイス。どっかやろうかな。これ来ないんだけど。どうしようかな。ここやろうか。ここ。ミンティアさんとケンさんの対戦やろうか。ここまだ来てないから。こっちから行こうか。わ、こけや。大丈夫かな。ここ、ケンさんとミンティアさんの対戦から先にやっていこうか。来てないからね、こっちの VX の相手が。ミンティアルブ100になっちゃうの？ルブ9421かな？お前さんね、ここ、ミンティアさんと、ケンさんの対戦の方から行こうか。ここね。この対戦も結構面白いよね。両者開幕同キャラだからな。あれ、同キャラだっけ？あれ、同キャラじゃないか。ひらがなでミンティアでしょ。みんな頑張れー。お兄ちゃま頑張れ。何をやん。ミンティア頑張れ。プログラマーに全角エース見せるとチーム。失敗しました。ダブルはコップまずね。Looks like Tony Stark needs a ロークス、リケ、トニー、スターク、ボドイ、ガー、イカ役。
アメリカ語だ、アメリカ語怖い。そういえばノバのあれこそ見たことないな。また失敗じゃ。さっき出てきたやないか。さっきあれこそ見たような、さっきの試合あれこそおらんかったかな。ノバのあれこそだ、サイエンスは。マジか、わからんかった。マーベル勢がダサいのかダサくないのかよくわからなくなってくる。みんなその勝ちか。ライダーのかっこよさはぶれない。最後格ゲーしてたな。こんな感じになってます。 VX のところが相手が入れないんだけど、安定の2代目キャップ。現在対戦ありがとうございました。こっちもやろうか。こういうアグネスブースはかっこいい。バイロス対ナイスボーイの方先にやろうか。格ゲーじゃないのに格ゲーすると流行るな。ケンさんオッツ対戦どう思う。入れない人はブロック解除しよう。あ、これこの時間からやると早いな。ワンの、あの予約とか、予約じゃねえな、枠取んのに時間かからんから早いな。やっぱこの時間の方がいいかな。いつもより2時間くらい早い。わら、こっちの方がいいかもな。距離をまた待ってるのはいいですね。なんだかんだ言いながら結構迷ったところはあったんだけど、まあいいかもな。普通に今回はいつもより参加者少なくない？でも17人だから、まあまあまあ、いつも確かに少ないけど。早いと間に合わなかったりするのかもな。ああ、そこはでもまあ。優勝者はお兄たまへの挑戦権を得る。この大会の最高参加人数ってどれくらいですか？40人ぐらい。一回なんか偉いことになった。また入れないペア、出場権前の人に譲っていいですか？相手がいいんだったらいいけど。それは俺がどうのこうのそういう問題じゃないからな。フ
ダメースの後に立ち得るか確かに時々やるべきだな。メモメモ、画面見すぎや。自分のブロック確認して入ってないなら今のルームの人のブロック、いかやく。そっか、みんなのブロック解除せんといかんのか。いやービグさんは強いですなぁ。言うても簡単じゃないけどな。言うたらあれやけど、そんな簡単なキャラクターではないと思うんだけど。一旦ルームはけてから入ってみればよいかと。おう。ブロックとかしたことない。わら、完全に回転だと思う。前作では3回寸前だったアベンジャーズが今では。アメリカさんの強化が大きい。特に神が全力になったのは大きい。社長、あれ、リズさんみんな強化されてね。やっぱり検索弱かったからな。リズさんの社長は、あれ、ビグさんのもう一人ってチンメじゃないのか。社長は3番目で頑張ってくれればそれでいい。勘違いするにしてもハルクじゃね。社長はスーパーサブだからな。できる子だね。金魚は前作いなかった。ビグさんって二人だと思ってた。社長は金問題には強いからな。アースパロボでいう番長みたいなボディか。そういえばアブエンジャーズの映画のスレ見たらやたら荒れてたな。イカラク、なんで。ダブラリアス強いな。いい対戦だな。お互いの対策が見せとれるから見せて楽しいね。永遠に中断、笑い、やめなよ、くっつかないノコギリ。
キライクの登り中盤が当たるキャラめっちゃ辛そう。アブエンジャーズもええとか語りたい。巨人が移籍広がたきだった。わら。あ、逆転か。バイルス対戦ありがとうございました。そうだそう。ちょっとじゃあ一回ちょっと部屋閉じようか。新しく部屋作り直すわ。父さんが一番燃えるな。部屋作り直して呼ぶわ。ありがとうございました。モエとは一体、セインさんが入れない？ソウさんのアラレちゃんみたいな帽子みたい。フランクハゲダイヌしょぼいからチェーンソー持ったら立ちっぱしたほ、イカ役。映画のソウさんかっこいいよね。皆さんご迷惑をおかけします。これの相手がブックス。で、ミンティアさんも呼んで、今買ったバイロスも呼ぶ。とりあえず二人だけ呼んだら？あ、もう呼んじゃった。遅れてないのか。ダメティアでした。お兄たまにブロックされちゃってるか。してねえよ。じゃあもうダンス対決で行こう。お兄たま時々そういう容赦ないとこあるからな。けん玉勝負は？買っちゃうからな。仕込みの次はブロックか。じゃあない、テリワンで白黒つけようか。まだ全然俺進めてないぞ、言うても。ジャイスコで決着するか。通信ケーブルない。ダメでした。すいません。しゃあないな。不戦勝にするか。申し訳ないな、なんか。もう入れないのしゃあないな。主催者権限で代わりにお兄玉出場すれば？
しゃあないな。しゃあない。ちなもみたののら部屋とか入れる？じゃあ、VX とミンティアさん行こうか。ブクスタムにも3つけたげてもええんやで。いやねえよ。リアルであって。あ、失敗した。この家に飲み込まれた、わら。シーカーゴ。なんだかな。なんだかな。あぶね。はあ、うまかった。このゲームってファクター中に画面端でアドがする意味ってあるの、イカ略、なんだかなーいはないで、わら。タスクのタックルって玉抜けの効果あったけ？鬼玉のピッピするだけのダークコンプガチャとは違うね。の障害タックル強えなー。アドがした方が気持ちええからや。フェニックスいてなんだかなーって言うしかねえよ、あのキャラ。バージアール、いやなんでもないわ。気持ちいいからか、そんだけか。ピアニルクソゲーってやつ。Snap back! Under
的だな今回は逆に。わら悲しみのコパンわらわら。えちなみそれは肝心なところでどこつか火鍋を立てる主催者たまったし、あかんでこれ、そしてたまった。もったいない。貫いたな。わらわら。このぶっぱである。当たれば正義だ。ノバの良いところでさ。ヒューマンロケット、貫き続ける意志。いい勝負だった、わら。ホモ特有のロケット、ヒューマンロケットに燃やされる気分はどうだ？ノバは画面見ない方が強い。あれしかやることないから許して、わら。なんだよこの絵面は。うむ、許す。いや、ノバって実は透明キャラだよね。エージを貯めてタックルすればいい。いい勝負ですね、ニッコニコ。かっこよさを上げなければ勝てなかったな。アレコスだったら負けていた。あ、特化がアフレン系なんだね。リーチャーさんにしてもまあ BX にしてもそうだけど、ダークフェニックス出した時の冷静さが半端ないな。ダークフェニックスになられると冷静でいられないもんだけど。危ない、めっちゃ危なかった。お兄様は自分がダークコンプがしゃなった時の冷静さ失うからな。また広い椅子、わら。この当たり方美味しい。あ、もう延長で延長します。はい、リアル500円と。これがハイロード。あー、よかったやん。くすげー。向こう、やりおった。延長戦でよかったやん。良い勝負だったな。延長なんていらんかった。わら。無駄に500円飛んだ。じゃあ決勝戦行こうか。ようやった。それでこそ男や。決勝
初戦はバイロス君とミンティアさん。いいな、この時間に終わるんだったらいいな、楽だな俺も。母さんの優しさが身に染みる気がした。わこてや、終わったらシャイスコよろしくお願いします。固定にすれば狙って500円消費させてたら芸術点ウプだな。プライロスマンよろしくお願いします。衣装だ。いやーきつい。壁が。逃げて。赤ゲージが回復しない。わ、来た。ワンチャン来た。なんで当たった。何したん今。アドバも出ました、白目、ワンチャン。なぜ当たった。師匠、これが師匠か。さすがモリガンに有利取れる師匠だな。出現時はアドバ漏れるよね、わら。アドバ戦でもええやん。ノバにも有利だね。なんというワンちゃん。師匠とかいう強キャラ。
美味しい展開だけど、あーうめえ、今のめっちゃうめえですよね。知らんかった、嘘つけや、どっと残った。それでもフライパンマン有利だっか。ワンチャン、わあこれ面白くなってきたな。またよし、来た。That's why I'm a super soldier.新技、ダサい色だ。地味なレベル3、地味なルブさん、やめなよ。やめろ、かっこいいだろ。地味だよ。なんでフランク先に目なん？決勝？決勝。前方だろ。ルブさん技なのに死に技のファイナルジャスティスさん。あーやらかした、これは最近なんだかんだフランクチームで安定させるなら前方でいいと言ってからく、あうまい、わからんぞこれ。やっとしまいましたな、ハッハ。あー、やらかした。硬いな。全部避けてるだと。ルブさんのバナナはグダってる、グダってる、グダったうわぁ、おったいね。はい、対戦ありがとうございました。速攻、ブアイロスが2回目の優勝。ブアイロスマン対戦ありがとう。いや、いい対戦だった。コズミックロードの意地面白かった。ブアイロス氏ね、こら面白かったな。うん、いい対戦が多かった。こら、松本人志に怒られるぞ。おめでとう。
ね、は自分で打ちました。ごめんなさい。あと20分あるんだけどね、言っても。こうだな。バジル向いてないかな、やっぱり。野田試合。また裏優勝するの？ブアイロス君が優勝したなら1回戦負けも許せるかもしれない。あと20分あるんだけどね、500円出した枠が。暇ならロケットラクーンも練習を。500円で買った挑戦券。延長500円もするの？そうだよ。最近レイレイが熱いらしい。ステマ。なんだわさ今。英語情報よそれー。レイレイがデルタバービルのランク超えたらしいね。延長100円ってレベル1からだっけ。60ぐらいじゃない多分。予約は人かならタダで延長できるんだっけ。そうデルタ、わらわら。70レベルあたりでね。こすれよ、早く。今の倍か、わら。ちょっとタバコ買ってくる。やばい、竜なのかな。竜じゃないと思う。竜ではないと思うけどな。違うと思うんだけどな。タバコに対する風当たり最近さらに強くなってるらしいね。何か新しいの探そう。ルシファーインストール。ふふ。いやさ、俺会社でさ、横に座ってるやつがさ、でもルシはウルフライパンマンしてたよね。タバコ吸うんだけどさ、俺がやっぱ横で飯食ってる時にさ、俺タバコ吸うんだよ。マジで死ねと思う。飯食ってる時に吸うなよなと思う。タバコは体に悪いよ。タバコの匂いは飯をまずくする。直接言いませう。言ったればええやん。違いすぎるだろう。飯食った後だったら何とも思わんだけど、松本年はタバコを吸わない。俺が飯食った後だとまあまあと思うんだけどさ、横で人は飯食う。シューマイジェットで対抗しよう。まあマナーは大事だな。なんかさ、肉臭い飯、わらわら。言いたいことはちゃんと言った方がいい。飯時は勘弁してって言ったんや。浜田雅俊に禁煙令を、ゲームで分からせてやればええやん。今時禁煙してない会社とかどこのブラックですか。なんや、喫煙禁煙をさ、書いてないからってさ、でいい時代じゃないんだよ。タバコも香水もマジ完全。いや、そもそも普通の部屋でタバコ吸うのがおかしい。お前俺の暴発食らっても吸ってられるか。俺タバコはさ、今吸わないから言うのにさ、マジで何考えてんのかなと思うわ。脳みそタバコにやられてるんだよ。
コは菌の周り以外に利点に付からんわ。タバコ吸う側からしても、それは叩かれてもしょうがない。それは吸ってる俺にもわからない。いやさ、しかもさ、鬼玉実質優勝だな。おう、その部屋でさ、いいね。まあ、大体15人ぐらいがまあ いる部屋なんだけどさ、まあまあそういういい笑顔なんつーの、食堂じゃないけどさ、そういうみんなが座れるところなんだけどさ、一人しか座ねえんだよ。そいつしか座ないんだよ他に吸うやつがいるとかじゃなくて、そいつだけなんだよ。何の仕事？おかしいやろ。その大した仕事はしないよ。実質優勝だな、これ。他の人のためにも言うべきだよ、それ。俺もタックル吸ってるよ。伝授で食おう。俺ずっとお兄様は甲子園球児の仕事してると思ってた。職場とかではおば様方を味方につけると心強いよ。のしうま。この配信でこうやって喋って後日ずっと改善されてると怖いよ、イカ役。いやー、本当にタバコ吸う人はどうなのかなと思ってね。タバコ吸うこと自体は悪くないんだけどな。確かに日頃からゲーセン行ってるからタバコの匂いとか苦手じゃないけど、物食べてる時は別やろ。お兄様、配信検査で、今までごめんちゃいな、とか言われたら承知。一般教養がないんだろうな、ああいうのってさ。ピエピー。この間2時間半会社遅刻してたからな、そいつ。びっくりしたわ。休めよ、2時間半遅刻すんだったら。もうええやん。お兄たま一般教養なくてごめんちゃいなって言われたら教師上司に何も言わずに自分の仕事する場所に一目散に行ったときはちょっと引いたわ報告しろよって思いました。有田さん思いました。春子さんに肌色パッチはよ。うちの会社そんなことしたら厳重注意くらうわ。厳重注意じゃ済めへん場合もあるで、ワンちゃん。厳重注意ですならよかったねっていうレベルで。厳重注意で済むなら可愛い方だよ。報告してもくだらんこと言われるだけだからな。うちの学校で遭難したら退学だわ。2時間半2時間半だったらもう俺だったら休むわ。もういいやってなるもん。そんなこと思ってたのか。今までごめんちゃいなお兄様、これ録画してるっぽいけど、うつできないっしょ。できないな。ずる休みしたお兄たまたまをしております。確かにうっかり遅刻してしまったら体調不良を言い訳にいかない。いかやく。っていうか、うっかり遅刻の時は全部それじゃないの。
にそんな時は正直に言っても苦労食らうだけだよね。まあね。お兄様も辛いな。会社はやめられるよ本当に。色の消しとこ。あーフェリシア楽しい。エンシェントワンも繋がっています。でも報告はしないと社会人としてどうよ。そやな、俺もその通りだと思う。それは間違いない。いや俺絶対このパーティー完成されたパーティーだと思ってるからな。でもミサイルよりビームの方がいいんだよな。絶対このパーティー強いからな。このゲームフェリシア・ドゥーム・バーシル、このゲーム3本の指に入るぐらい強いからな。持ちキャラばっか使うと飽きるよね。俺のチーム D のそこまでいかんだろ。マジで俺そこまでいくと思うで。これ本当にマジレスするとお兄様って職場でごっちなんでしょ。こっちじゃねえよ。疾走足でウサギ、野生の倒壊もダウン拾いもできるね。くっそ。俺もこのチーム強いと思うぜ。こんなのあったのか。ゼロとかジョーとか大丈夫なの？フィニッシャーは全然大丈夫。俺もフランク、スクラル、主張は微妙だと思う。スクラルハルク主張がいい。嘘です、すみません。グズ。今見よう、この子は。走りすぎだろ。バージルが走りたがっている。ウサギ、野生のトロアイあんまり見ないけど強いの？フィニッシャーめっちゃ強い。バージル最高や。断定なんて最初からいらんかったんや。あ、めっちゃ強いはちょっと言い過ぎかもしれんけど、でもワンチャンウルパリよりも強いあるでっていう風に俺は思います。アシストメントする。これが強すぎる。エリハ強いよ。ビームじゃないのかな。ビームの方がいいかな。いやーでも中堅上位じゃね。俺上位中堅だと思うけど、でも先方の強さってとかちょっと違うからな。またどこにも入るし、先方でも対象でも戦えるんだから。実況が横出しミサイルでもいいんじゃ。
そうなんだ。どうしようかな。アタックかけやすいのは、まあ、ミサイルかな。ガードさえさせてしまえば、駒投げとかもあるし。野生の倒壊の差がすごいね。ノバと組み合わせてガーフで切ると気持ちいい。僕か。あ、うん、すげえ。あれ結構難しいんだと言うても、ランクマとかだったの。やったことあるけど、ラグでできんかった。いいとこ行もなかった。お兄様の博士ミサイル撃ってるだけやん。ペロペロ。ウサギ、野生の塔は行ってどこで手出したらええんさ。手出せないから強いんだよな。いかんせん有利フレームが本当に多いから。A new title has been unlocked.